考えていただきます。ですがお子様はそうはいかないんです。迫力満点の映画を見て本物が見れると言われて船に乗って大変ということで、おもてなしを受ける船のには空いた民間企業の給油船を使っていることだと思います。なんです。基本的にああいった備品、海上自衛隊も海軍もやりっぱなしにはしませんので、おそらくあの位置に止まるはず。見た目が多いですよね。なぜかと言いますと最近流行りなんです。というのも船や飛行機が使うレーダーというものになるべく小さく映るようにという工夫が、出航のお手伝いをするんです。やはり海上自衛隊のそういったタグボートも存在するんですが、忖度が起きないように民間のタグボートの会社に依頼をしているものかと思います。さあ、このようにさまざまな潜水艦が計3隻見えてきています。こちらの海上自衛隊の潜水艦、1隻煙をもくもく吐いておりますが、やはり潜水艦、海の中に潜る船となりますので、空気と一緒に燃料を使ってしまう通常の。この13時の便、安全な船旅にお釣りした船長が竹本健一、乗組員が荒井慎介、山田理香、そしてご案内させていただきました私は横須賀生まれ横須賀育ち。